いや今日 M1 行ってきたのよ。おお、ボーイミーズガールっていうあのユニットで出たのよ。おお、なるほど、うん、ちなみに私 B ブロックだったんですよ。 B ボーイミーズガール、よっしゃー。ちょっとお祝いコメント来てる。1回戦通過おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございますぐらいですね。のんみのんみあ、まあみたいなね、ことあっておかげさまで、はい、M1 ね、1回戦取りましたんで、はい、2回戦の時のね、報告とか、このスタイルのツアーズでやっていきたいなと思います、はい、じゃあちょっと自己紹介していきます。はい、うん、じゃあ移動しよう。自己紹介欲しい。自己紹介欲しい。じゃあ皆さん捕まって発進。ちょっとエンジンかけるの忘れてた。おいおいおい自己紹介なんですけど、はい、まあ私はまあ大体わかると思うんですよ、うん、白玉ちゃんのちょっと自己紹介しましょうか。はい、白玉デイビッド B。 白玉デイビッド B。 はい、まあ今こちらテロップ出てると思うんですけど、うん、白玉デイビッド B、生まれが山梨だ。山梨なんですよ。高校卒業まで山梨でしょ。僕は高校卒業は山梨で高校卒業して2日後にもうこっち出てきたんですよ、うん、本厚木っていう。本厚木ね。で、まあ、当時サッカーやってて、そう、まあ、仲良くなる手段か分かんないから、うん、一応ボール持ってサッカーやろうぜ、うん、いやだから卒業してるって。だから高校はサッカーやろうぜ。サッカーで仲良くなる。いやその友達を探しに別にこっち出てきたわけじゃないから。今は、まあ、ほぼ町田に。今は町田ですね。町田にね、暮らしてますから、はい、で一緒にこうやって旅行するっていう、うん、白玉デイビッド B。 そうですね、まあ、皆さんも何か質問があったらね、うん、ぜひあの我々に、はい、そして私はスター岐阜屋のロバート・ルイスさん。覚え全然覚えてないじゃん。ちょっと隠れてるからなんですよ。どこ行った？おおい、どういう宇宙船なんだよ。おいやめろ。おい戻ってこい。危ないからピーピーってことでね、色々な好きなものがあるんですよ。はいはい、好きなスーファミのソフトなんだっけ。好きなスーファミマザー2です。マザー2ですね。マザー2、うん、好きな映画とかはね。好きな映画は今だとライオンキング。ディズニーが結構好きでね。僕好きです、ね、うん、見に行ったんだよね。結構行ってますよ。だから最近だと実写のライオンキングだし、うん、その前もアラジン見てる。ああ、あとやっぱ結局なんだかんだ言ってね、やっぱシュガーラッシュの場面があったね。あ、シュガーラッシュの場面良かったです。マジでよかった。いやだから貸したんですよ僕DVD を、うん、いやね、ギフちゃんに、うん、借りたのよ、うん、借りてもうずっと見てて。そう、ずっと見てたからもう返すのも2年ぐらいかかっちゃって。いや見てたって、そのパッケージを見てたんだ。あなたパッケージだけを。パッケージ面白いの。いや面白くねえよ。すごい想像性が膨らむという。いや中見てってか、開けたら見てちゃんと、ね、開けたら開けたで、ディスクの7色の光が眩しいし、うん、いやそれ何でも眩しいから。何でもこんな状態ですけど、うん、憧れてる人いるんだよね。憧れてる人、うん、ペットだ。あー、そう、ペット連れてんじゃねえかよ。どういう姿勢なんだよ。ってこれ、かぶってるよ。ペットっていうね、はい、映画があるんだけど、うん、それの敵のスノーボールそうだよねっていうウサギのキャラクターがいるんだけど、うん、そう、それを好きなのね、僕は。あ、だからちょっと憧れてんだよね。そう、で、その今回こうニャノツアーズをやるにあたって、うん、キャラクターを使いたいっていうふうに言われた。やめろその言い方。キャラクターを使っていきたいっていうふうに言われたから、うん、じゃあウサギのキャラクターでいいじゃないですかって言ったら、うん、なんかハリネズミになっちゃってね。やめろそれ本人が言うなよ。ハリネズミになっちゃって。でもなんかその髪型が石原軍団みたいな。髪型どこ切ってんのこれ。髪、これキュービーハウスだね。ちょっと見てもらった方がいいよ。キュービーハウス切ってんの。いや、これかぶってるから。外れてゲラだったんかい。楽しんでる、見てる人は。私もね、このスターヤのツアーズで、
いろんなね、好きなものを語っていきたいなと思います。やっぱこの間ハリーポッターの、ハリーポッター、全部みたいな、あのメガネの少年ですよね。そう、メガネの少年、ハリーね、それで、やっぱその1話から8話ぐらいかかる、長い、はい、一気に見た方がやっぱ面白いね。あー、だってそれで一気に見るって結構な時間かかるね。かかるけど、もう全然苦にならない。おー、まあ、見どころをまあ言うとすると、いやいや、ヘビ語で喋るな。よくわかったね。いや、練習してるからね。ハリーポッター見たことないけど、ユキちゃんにこう言えって言われるんだ。ダメだそれ言ったら。まあでも本当にそうやって言わせちゃってることは悪いと思う。謝っていい？いいよ。ハリー。ボルデモートのハリーの呼び方。よく知ってんね。練習してるからね。やめろ。覚えられなくてカンペがあるから。やめろ。捨てろ。そこに捨てんだ。そこに捨てんだ。うん、まあそんなわけでね、あと俺マーベルが今大好きで、いやほんとね、はい、ほんとにこっち興味ないって言ってんのに、もう大好きで、ずーっとマーベルの話ばっかしてる。だからすごいそのマーベルの T シャツとかも買っちゃって、うん、この間のライブでね、うん、着てったのよ。そう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 、マイティーソー知ってんじゃねえか。そうそう、いやこのギャグだけ、ギャグじゃない、マイティーソーもギャグだけ、うん、でそのモグライダーのともしげ君がいたのよ、うん、じゃあ俺のそのマーベルって書いてある T シャツ見て、矢野さんマーブル好きなんですか。そのマーブルチョコ嫌いじゃないけど。何それ、もっと熱い話したいよこっちは。マーベルのそのね魅力も語っていきたいなと思います、はいはい、みんなどう、コメント来てる、コメント、あーハリネズミ可愛いですよとか。ハリネズミじゃないから、白玉だから。こんにちは。まあそんなもんすかね。全然来てないじゃん。みんな乗ってる宇宙船に。乗ってます乗ってます。